皆さんおはようございます。カズキのバーナビです。ついに、2023年24年シーズンが始まりました。今日から半年間がっつり滑り倒していきます。今日は CSBA の授業ということで、 CSBA の生徒たちです。1本だけでいいからパウダー集めたいねえよこんなったら。それではどうぞ行ってまいります。キムキムしてるから寒いかも。天気も良くてね、下の方は雪なかったんですけど、上はなんとか天然雪が降り続いております。今からですね、とりあえずエメラルドってコースをみんなで滑っていきたいと思います。はい、ということで板吐きました。じゃあみんなのことを追っかけていきます。レッツゴー。あ、今一本滑り終わったんですけども、下はちょっと固めで、はい、でもなあの、ね、上はねちょっとパリパリですけども、新雪が降っておりました。いやマジで最高。シーズン1本目やけど1つのコースがめっちゃ長い。うん、日本と比べてどうですか。日本と比べてサイドヒットとかめっちゃ多いし、ね、めっちゃコースも長いからめっちゃ1本で満足できます。めっちゃ 長くて、うん、日本でマジ山トップトゥーボトムしてるくらいの長さでした。あーなるほどね、はい、めっちゃいい例えやな。めっちゃいいっす、うん、ありがとう、はい、見てくださいこの天気。何だっけ。サンライズはい、午後からはジョーヤと太陽、この2人をコーチしていきます。今から奥のハーモニーっていう場所を滑りに行きたいと思います。パウダーランいかがでしたか。めっちゃ楽しかった。最高。ノートラックあげるわ。これが
おう。はい、はい、今日はねウィスラー1日がっつり滑ったんですけど、ウィスラーね下の方は雪はなかったんですけど、上行けばパウダーがいっぱいありました、まあ、場所によってはまだね全然中のところもあったんですけど、とりあえずはミッドステーションまで降りれることができたんで、はい、まあ、1日目にしては上出来なスノーボードができたんじゃないでしょうか。はい、これからどん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 動画も上げていきますので、ぜひチャンネル登録してください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。またな。フェードアウト。フェードアウト。せーの、フェードアウト。